サシャ・リーターは西ドイツ・バーデン・ビュルテンベルク州ラール出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはディフェンダー、ミッドフィールダー。主なポジションは右サイドバックだが若き日は両サイドハーフとしてプレーしていた。2009から10シーズンはセンターバックとしてプレーし、ユーティリティープレイヤーとして歴代の監督に重宝されている。 また、守備的ミッドフィールダーとしての起用も可能である。SC フライブルクの下部組織出身で、2007年7月1日に VFL ボルフスブルクに移籍。2010年8月11日、デンマークとの親善試合で A 代表デビューを飾った。ボルフスブルクでは右サイドバックのレギュラーとしてプレーしたものの2011年7月8日に、 フライブルク時代の恩師フォルカーフィンケース D に誘われて、1、FC ケルンに移籍した。ケルンでは主に、ボランチとしてプレーしていたが、チームは低迷し二部降格が決定。それに伴い2012年7月6日に、イングランドのフラム FC へ期限付き移籍。2015年7月、シャルケレイオンと1年契約で完全移籍。2017年5月、 契約満了で対談することを発表。その後もシャルケレイオンの練習に参加、10月6日に2017から18、シーズン終了までの期間で再契約した。シーズン最終戦の VFB シットガルト戦にのみ、出場し、これを最後に現役を引退した。ありがとうございます。